このお米何で炊いてるでしょう。しょどうでしょうの春樹と海人と野瀬ともちです。はい、ということでですね、何かクイズができないかなと思いまして、味覚を使ったクイズが面白いかなと思いましたので、今回はあらゆる液体でお米を炊きました。で、それを、まあ、目隠ししてもらって食べて何の液体で炊いたかっていうのを当ててもらうクイズでございます。はい、まあ、今回全6問作りましたので、僕以外の3人に食べてもらおうと思います。マジか、危険な香りしかしてない。そうね、いや、ちゃんと全部食べれるもの、飲み物でやってるんで、うん、害はないです。さっき俺一発釘打たれてるからさ、うん、いや、安全だよ。まあ安全なんだろうけど、味覚的に問題がありそうなものが入ってるから言ったわけだね。お米が合うのかっていうところが。なるほどなるほど。合うわけないやん、絶対合わないの一発ぐらいはぶち込んできとるやん。大丈夫。というわけで今回はお米何炊いてるのクイズです。やっていきましょうよ。上向いてください。入れるんで。入れるんでとはどういうこと？米を入れるんで。あ、そういうこと。いやー、怖すぎる。一、はい、問目こちらです。くせえ。くせえ。くせえな。くせえな。くせえ。くせえ。なんなんだ？もう匂いで分かったやん。あー。チェーンソーかお前。あー。あー、くぎけや。やばい、マジで発見してきた。書かなくていいや、口頭で。せーの、おーすー、正解。やや、やってんねー、マジで。まずやばい、これね、酢飯とかのレベルじゃないっすよ。お酢の個体。目をつぶってください。やです。二問目、こちらです。マジでやだ。奥から行こうかな。誰誰誰。うえやだあはは、くるくるくる。え、そんなまずい？これ、なるべく食べてよ、もったいないから。無理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 。食べ味わえなかった。本気のおやつ。多分ジュースだよね、これ。いや、どうせみりんだと思う。あー、回答コーラ。はい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 、コーラ。なるほど、正解はコーラです。よっしゃー、まずコーラ。やばっ。ご飯にコーラかけてんじゃないんだよ、これ。それとは違うんだよね、ほんとに。全く違うの、これ。もうほんとに合うんだけど。で、最初美味しいのとかにしてよ。3問目、こちらです。ほら、もう食えなくないよ。はい、全然食えなくない。目開けんなよ、見えんだから。全然食えるわ。あ、わかった、これ。わかるわ、俺。これも全然わかる。多分わかるわ。これだって普通にうまいやつじゃない。え、これ1問目だった、もしかして。うん。じゃ、乗せ。コーヒーです。回答。お茶。え、もち。え、コーヒー。ダメだ、終わったわ。コーヒーって言われたらコーヒーだわ、味は。確かに。正解はコーヒーや。コーヒーです。イエーイ。だからな、なんかもうね、ダメだわ。見た目はこんな感じですね。うわ、もう鳥五目です、それは。鳥五目持ってこいよ。4問目、こちらです。多分これはめちゃくちゃ分かりやすいと思う、野瀬くん。え、食べた。え、なんでわかんない。やっぱりもう、なんでわかんない。匂いしない、匂いしない。待って、なんでわかんの。え、おい、なんか嗅いだことあるよ、匂い。なんかテロテロだって。あ、なんかわかっか。じゃあカイトから。え、俺もうなんかグミ。どうやって炊くの、グミ。逆に飲み物って。なんだった。え、メロンソーダ。あー、どうせ。ああ、完全にエナドリです。ああ、モンスターだこれ。正解はモンスターエナジーです。おやー、言われたらわかるわこれ。まあ正解ですね、エナドリは。イエーイ、はい、言われたらわかるわ。グミってそうだよな、液体って言われたわ。バカすぎじゃない。目をつぶってください。うーん、もう最後じゃない。最終問題。いや、次が5問目です。え、何問あるの。6問です。おーい。5問目、こちらです。なんかやばい匂いする。くさ。なんかやばい匂いする。待って、ほんとにやだ。くさ。これは多分美味しい。え、嘘つく。これは試食した。これ試食したら美味しかった。なんか1個目と同じ匂いする。なんかでもどうなんだろう。え、うまい。嘘。ちょうだいちょうだいちょうだい。食わせろ。ん、なんなんだこれ。うまい、これ。え、うまくはなくない？え、これ。え、うまい。まさに鳥ごも。あー、わかるわ。今までに比べたら全然いける。あ、わかった。お、じゃあもっち。めんつゆ。はい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 。カイト。ポン酢。あー、どうせ。醤油です。あー、全員不正解。えー、これ聞いたら絶対それとなるから。
冷やし中華のつゆです。見ちゃった、見ちゃってない、見てない、色見ちゃった。目は開けても大丈夫です。ええ最終問題です。え、ご飯じゃん。え、じゃあ多くないっすか。食っちゃいけない色をしてる。逆にもう米じゃない。米、米かもしかして。マジで米だ。何これ。カレーちょうだい。普通の米です。美味しいとかじゃなくて。何一択やん、こんな。いいですか。はい、はい、じゃあ乗せ。水です。回答水です。水です。全員水ですか。はい、はい、ある映像をご覧ください。じゃあ飲もう。なんか嫌な予感する。おい待って待って待って、恵比寿大福パターンのが、なんか開けた思い出すじゃないっけ。恵比寿大福パターン。あーなんか気持ち悪くなってきた。再生します。はい、おーいおーい、嘘でしょ。あ、風呂かや、優しい。こいつこいつ頭悪いわ、やっぱ。もうダメだわ。結構残りいる、もしかして。おい、汚れを映すなよ。うわ、こいつやばやば。うーわ、やってるわ、それは。でも、多いとも言い難いな、なんかねえ。待って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 、誰が入った後だよ。前日入ったの、風呂に。何ですか、家族。正解は、前日から溜まっていたお風呂の残り湯でした。おい、汚すぎる。キモい。おい、それ結構ヤバくない。家族だってみんな入ってんでしょ。入った入った。家族みんな入ったよね。おい。で、多いとも言うのも失礼になってくるよ。いや、多いだろ。いや、もう知らん人。